アーピラナ・トゥルパン型は、ニュージーランドの著名な政治家。彼はしばしばマオリの政治家として、議会での経験が最も豊富であると言われており、マオリの文化と言語を促進し保護したことでも、知られている。1897年、弁護士として活動した後に、政界入りしたん型は、後に閣僚となるマーウイッポマレを含む数多くのて、アウテカレッジの同窓生ともに、 マオリ青年党を設立した。ここで彼は人々の伝統的な考えに挑戦し、科学とパーケハー方式の衛生のために伝統的な習慣と慣習的な治療法を放棄することを提唱し、論争の的となった。1905年に東部マオリの自由党議員に選出され、40年近くこの議席を保持した。 1928年から1934年まで政府の先住民大臣を務め、マオリのためにできる限り多くの改革を達成しようと、したが、広く知られている資質スキャンダルのため大臣を辞任せざるを得なかった。それにもかかわらず、彼は1943年に労働党がマオリの議席を独占する中でラワタナの候補者の手焼きオマナによって追放されるまで、東、 アオリの国会議員を続けた当時69歳の彼は、ギスボーンから北に129キロ離れたアンガーティポローの自宅に戻り、そこで4人の息子と4人の娘、多くの孫と暮らしていたが、7年後に亡くなった。15人兄弟の一人だったアンガタは、ニュージーランドのギスボーンの北約175キロメートルに、ある小さな海岸沿いの町で、アラロアに生まれた。彼の指は、 ガーティポローだった。父は、部族の指導者で、伝承の専門家であるパラテネン型、母は遊業する、スコットランド人、アベルノックスの娘カテリナ亡き・ナギ。型は、父と王子ロパタワハワハに対して、忠実なクーパパのガーティポロー軍を率い、後にテコーティのジャダム諸島からの逃亡者を出したの、両方の影響を強く受けた。 ウガタはマオリに囲まれた環境で、マオリ語を話して育ったが、彼の父親はまた、この理解が、ガーティポローの利益になると信じて、ウガタがパーケハーの世界について学ぶことを保証した。ウガタは、ワイオマタキニの小学校に通った後、デアウテカレッジに移り、パーケハー方式の教育を受けた。ガタは、良い成績を収め、その学問的成果によって、カンタベリー大学への奨学金を得て、 政治学と法学を学んだ。マオリとして初めてとなるニュージーランドの大学での学位として、1893年に政治学の BA を取得した後、1896年にオークランド大学で LLB を取得して、マオリ、パーケハーを問わず、二度の学位を得た、最初のニュージーランド人となった。小型の妻アリヒアカネタマティ1895年、 第二の学位を終了する前年に、ムがたは同じくんがーティポローよの16歳のアリヒア、カネ、タマティと結婚した。以前、ムがたは、アリヒアのアネテリーナと婚約していたが、彼女は亡くなっていた。アーピラナと、アリヒアには6人の女の子と5人の男の子、総計11人の子がいた。ムがたの法的資格が認められて間もなく、ムがた夫妻は、ワイオマタティニに戻り、家を建てた。 ウガタはすぐに地域社会で有名になり、全国のマオリの社会的、経済的状況を改善するために多くの努力をした。マオリ文化の現代における位置づけについても広く著述している。同時に土地管理と金融の分野を中心に、ウガーティポロー内での指導的役割を次第に獲得していった。ウガタが国政に関与した最初のきっかけは、 自由党政権の内務大臣だったジェームズ・キャロルとの親交だった。ムがたはキャロルが二つの法案を準備するのを助けたが、どちらもマオリが享受していた法的権利の拡大を意図したものであった。1905年の選挙では、ムがた自身が東部マオリ選挙区の自由党候補者として現職のウィペレに挑戦し、国会議員に選ばれた。ムがた氏1905んがたは、すぐに、 議会で熟練した演説家としての地位を確立した。彼は友人のキャロルと密接に協力し、ロバート・スタウトとも密接に協力した。先住民委員会のメンバーであるガタとスタウトは、マオリに対する政府の政策、特にマオリの土地の売却を奨励する政策にしばしば批判的であった。1909年、ガタは、 ジョン・サーモンドが先住民と地方を起贈するのを手伝った。1909年末、ムがたは内閣に任命され、マオリ土地協議会の副大臣を務めた。1912年に自由党政権が倒れるまで、この職にあった。ムがたは野党になった、自由党に在籍を続けた。第一次世界大戦では、ムがたは改革党の議員マーウイッポーマレと緊密に協力し、 マオリの新兵を集めて大いに活躍した。ムガタ自身のウガーティポローはボランティアの中でも特に目立っていた。一部のイウイによるマオリの戦争への献身はムガタとポマレに起因する可能性があり、これが国を忠実に支持したウイに対するパーケハーからのある程度の行為を生み出した。これは後のムガタの土地問題解決の試みに役立った。野党ではあったが、 改革党の議員たちとは比較的良好な関係にあった。特に1925年に首相に就任したゴードン・コーツや、後のワイカとのテープエア王女とは良好な関係にあった。マオリ目的基金管理委員会やマオリ、民族学研究委員会のようないくつかの政府機関の設立は、うがの関与によるところが大きい。マオリの興味エルズドン・スト、ジェームズ・イングラム・マクドナルド、 ヨハネス・アンダースンの遠征中に、ムガタ邸で、トゥクトゥクのパネルと並ぶムガタとテランギヒーローは、ガタは他にも様々な活動を行った。おそらく最も注目すべきは、彼が学会や文学界に関与していたことであろう。この時期に彼は重要なマオリ文化に関する多くの著作を発表しており、マオリの歌のコレクションであるんがモテアペアは、彼の最も有名な作品の一つである。 ウガタも、マオリの間で、マオリ文化の保護と発展に深く関わり、テップエアが始めた墓、ポイダンス、伝統彫刻の振興に特に力を注いだ。マオリ文化を提唱した理由の一つとして、全国に多くの新しい伝統的な集会所を建設することがあった。ウガタのもう一つの興味は、マオリのスポーツの振興であり、これは、 部族間の競技やトーナメントを奨励することによって促進された。最後に、んがたはニュージーランドの英国国境界内でマオリ問題を推進し、マオリの司教の創設を奨励した。1928年12月、フレデリック・ベネットはワイアップ教区の属司教としてアオテアロアの司教の称号を与えられた。んがたとハーバート・ウィリアムズ司教はマオリ号、 ニュージーランド大学での研究対象として認めるよう運動し、マオリ後の研究は1928年に教養学士号の資格を得た。このすべてを通して、ガがったは彼のガーティポロー言うの問題、特に土地開発に深く関与し続けた。彼は複数の所有者がいる未使用のマオリの土地を農場経営者のもとで合併する土地合併計画の確立に貢献した。 政府内で彼はテップエアヘランギと彼女の夫への農地4区画の移転を手配することができた。彼は彼女の相方のための農場開発を支援するために助成金と政府融資を手配した。彼はパーケハー農場の経営者を解雇しテップエアと交代させた。彼は彼女が家の周りを旅行できるように車を手配した。1934年。 大恐慌のさなか、テップやなどへの巨額の寄付に、国民、メディア、議会は、危機感を募らせた。法律委員会が開かれ、うがは支出と、行政怠慢で、有罪となったが、大規模なスキャンダルは発見されなかった。彼の1934年までの土地計画には50万ポンドの支出が含まれており、その大部分は、回収可能であった。 ムがたは1934年12月に辞任した。ムがたは、マオリの人々の生活水準の向上を求めて、戦い、30年代のニュージーランドの経済不況の間には、多くのマオリに仕事を提供し尊厳を回復する、大規模な農場を開発するなど、非常に活発に働いた。ムがたは1927年に、ナイトシャクに上されたが、キャロルとポマレに次いで、 この栄誉を授かる三人目のマオリとなった。1931年の連合内閣。ムガタは右から二番目の最前列に座っている。第十七会議会の自由党52議員全員1928年の総選挙で統一党が予想外の勝利を収めた。内閣に返り咲き、マオリ大臣となった。内閣では第三位、時に副首相を務めた。ムガタは 仕事に非常に熱心で疲れ知らずで知られていた。彼の大臣としての仕事の多くは土地改革とマオリの土地開発の奨励に関係していた。ムがたはマオリ社会を活性化させる必要性を信じ続け、この目標に向けて精力的に活動した。1929年、妻と長男が病死。1932年、ムがたと彼が率いる先住民省は 他の政治家から批判をますます受けるようになった。多くの人々は、うがたがあまりにも早く政策を推し進めていると信じていた。うがたが支持した大量の活動が部署内の組織的な問題を引き起こした。うがたの担当部署の調査が行われ、部下の一人による会計不正が発覚した。うがた自身はしばしば進展を妨げていると感じていた公的規制を無視したことで、 厳しく批判された。ムガタは、ムガーティポロートワイカと、特にテップエアとその夫ラウィリトゥモカイカティパに悲キをしたとも言われている。労働党の主要な政治家、ボブ・センプルは、法律委員会の調査は、信頼の裏切りだけでなく、政治権力の乱用、不正行政、公的資金の不正流用の最悪の見本の一つを示したと述べた。ムガタは、 個人的な不正を否定しながらも、自分の部署の行動に対する責任を認め、大臣の地位を解任された。テップウェアなどのマオリの指導者たちは、マオリの信用を傷つけ、恥ずかしめたために、無がに怒っていた。無がは内閣を辞任したが、まだ国会に留まっていた。1935年には、国王ジョージ五世シルバージュビリーメダルを授与された。 1935年の選挙で労働党が勝利を収め、うがは野党側となったが、新しい労働党政権は彼の土地改革プログラムの多くを継続した。うがたは1943年の選挙まで議会に止まり、労働党のラートナの候補者手役をマナに破れた。彼は1946年の選挙で再び立候補したが、落選した。 議員を辞職したにもかかわらず、ガがたは政治に関与し続けた。ピーター・フレーザーとアーネスト・コーベットにマオリのことについて助言を与え、1940年のワイタン議場約100周年を祝った。第二次世界大戦では再びマオリの新兵を集める手助けをした。1950年6月22日に彼は議会の上院である。 立法評議会に任命されたが、この時には病気のため就任することができなかった。1953年11月1日、フカレレ女子中学校のストリート、マイケルオールエンジェルスチャペルが、アーピラナとムガタプジンの設計指導により、剣道された。ムガタは1950年7月14日に、ワイオマタティニで亡くなった。彼は、マオリの文化と言語に、 多大な貢献をしたことで知られている。彼の肖像は、ニュージーランドの50ドル紙幣に描かれている。ランギオラ高校、タウランガ男子中学校、ロトルア中学校、カシミア高校、テウテカレッジ、テップケ高校、ワイヌヨマタ高校、オトモエタイ中学校など、いくつかの学校には、彼の名にちなんで名付けられたハウスがある。ムガタは、彼の進歩的保守主義の融合に追随する教の、 あらゆる種類の政治家を刺激してきた。彼が褒め添やされた時に物議を醸したように、無形の遺産は依然として非常に複雑だ。マオリ子を広めるためのたゆみない努力を称賛する者は多いが、彼が非常に重要な決断を下す一方で、汚職や保守主義、彼の由いの意見のすべてを考慮していないことを批判し、あざけった者もいる。彼はまた、ウィンストン・ピーターズや、 ドンブラッシュなどの右派政治家の見解に明らかな信用性を与えている。2011年5月のヘナレン型2009年10月19日、アーピラナン型の最後に残された娘マテフアタヒ、カイワイがニュージーランドのイーストケープにあるルアトリアの住居で94歳で、亡くなり、プケアロハウルパで、ボーフカウライコールキーコールテイコールパカンがカイワイと、息子のタならカイワイの隣に埋葬された。 アーピラナン型のバッシュヘナレン型は2011年12月11日に亡くなった。彼は1967年から69年まで党のマオリ副代表を務め、1969年には東マオリ選挙区の国民党候補として立候補した。ム型の孫ホーリーマフエン型は広く使われているマオリ語英語の辞書を書いた。ありがとうございます。